はい、おはようございます。ギタリストで音楽家の竹下敦です。本日ねご紹介するのはこちら、ブルガリアのオルフェスバレーギターズです。ブルガリアというとねヨーグルトが有名ですが、こちらギターもね、たくさん使っております。これ皆さんね見て、ちょっと気づいたところがあるんじゃないかなと思うんですが、実はねこのギターね一般的なギターよりね一回り大きいんですよ。特にこの辺のシェイプね、クラシックギターご覧になった方は、ご覧になったことがある方は気づくと思うんですが、ちょっと大きいんです。でね今ね、一般的に、5弦ね5弦の開放、これ440に合わせてるんですが、まあ一般的な方はね、これね実は最近のことなんですよ。 440Hz にね、チューニングしたっていうのは、古典的なねまあ100年も、まあ、たかだか100年前ですよ。前はね実はね A イコール395Hz だったんです。これ信じられないかもしれないですけど、実際にね、私が黒沢楽器さんの、ドクターサンドさんに伺ったんですが、約ね200年前の、ギターと元となったね、ものがあるんですが、それはねやはりどうしても A イコール 395Hz じゃないとネックがね反ってしまう、この弦の張力に負けてね。でねどうしても 395Hz じゃないといい音がしないと。それがだいたい500万円ぐらいだったかな、なんですね。でねこのギター最初ね 440Hz でチューニングしたんですが、どうしてもいい音がしない。そこでねちょっと考えたんですね。どうしてもね僕ね 440Hz ってあんま好きじゃないんですよ。であと一番嫌いなのが 430Hz。 まあ今一般的にね440が当たり前のように言われてますが、実のところねバロック時代の音楽はね 415Hz なんです。で 415Hz っていうとね、皆さん小学校なんかの時に吹いた縦笛ね、あれのプラスチックのもの、あれがね 442Hz なんです。ところがねもともとあれはね樹脂じゃないんですよ。あれは木でできていたものですが、それはね 395Hz なんです。 395Hz のものを元にね、樹脂製のものを作ると当然収縮率でそれを元にこう型を取って、樹脂のものをね流し込んで作るんで、それが 442Hz になってしまったんですね。ごめんなさい、 444Hz になってしまったんですね。なので、あまりね 440Hz にこだわるっていうこと自体がね僕はナンセンスだと思います。こういったタイプのねクリップ式のチューナー、使われてねこれで合わせる、それもいいと思います。僕はねこれの他にこちらダダリオのねダダリオのチューナーも使ってますが、実のところはね使ってません。なぜかというとこれをつけて合わせてると、あ、チューニング合わせてるんだなって、まあ、一般の方は思うわけですよ。ただねずっと左耳からねずっと難聴なんですけど、ずっと左耳から 440Hz と 415Hz と 395Hz が切り替わる形でねキーンって耳鳴りがしてるんですよ。
例えばね、今ピーンって鳴ってる音に対してピーンって合わせればそれで合っちゃうんです。でね、これが絶対音感かっていうと、あの絶対音感持ってますとかね、あの私絶対音感の持ち主ですっていう人いるんですけど、あれはね勘違いですよ。絶対音感なんてものはね、まず存在しないでしょ。ごく一部にね、まあ本当にそう思い込んで絶対音感を持ってるって思ってる方、それはそれで結構なことです。お仕事でね、絶対音感を持ってるっていう方がお仕事がしやすい方もいらっしゃると思います。でもね、僕は全部ね相対音感だと思ってます。僕もね何ヘルツってビーンって合わせられますよ。それはね絶対音感ではないです。ずっとね 440Hz、415Hz、395Hz、430Hz、 それを聞いていたから耳が覚えてるんです。だからその音にピタッと合わせられる。これはね絶対音感じゃなくて相対音感です。でね、もともとおぎゃーって言うでしょう。あれって赤ちゃんがね全員同じ鳴き声かっていうとそうじゃないんですよ。おぎゃーって言った時によくお父さんやお母さんがねその声を聞いて、誰の自分の子供はね誰かっていうのがすぐ分かるっていうのはね、これはねすごくよくできてる仕組みでね、自分の喋ってる声もしくはね奥さんと、旦那さん男の人が話してる声がミックスされた波長が子供が聞いてるんですね。その声をまず真似するんですよ、生まれてすぐに。自分はあなたたちの子供ですよって。だからね最初はねみんな微妙ですけどねバラバラなんです。だからねその声を聞いて、自分の子供は誰かっていうのが分かるんですね。これはねよくできた仕組みだと思います。でそのうちね年を重ねるごとにね、いろんな人と喋るでしょう。そうすると、まあ、当然声の高い人もいるわけですよ。こんにちはって人もいれば、こんにちは、こんにちはって人もいるわけです。そうするとね、人間同士なんでコミュニケーションを取らなきゃいけないんで、ノリが合う、ノリが合わないっていうのはね、大体ね、音のピッチなんですよ。でね、やっぱり僕もね、声を聞いただけでイラッとくる人っているんですよ。でね、それなぜかっていうと、要するにノリが合わないんですよ。音が合わない、まあ、ノリが合わないね。だから喋るのも嫌になるね。その人の声も聞くのも嫌になる。これはね仕方ないんですけど、これがね不思議なことにね、ずーっと会話を続けてるうちにお互いがお互いを歩み寄るんですよ。だからね、僕の声は多分普段喋ってる時はね、一般的な人よりね声のトーンは低いと思うんです。ただ歌うとね相当に声は高いわけですよ。だからねまずね最近ね人と揉めることがないですね。僕の方はいくらでも声のピッチはこんにちはでも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 変えられるんで、徐々に徐々にお互いが歩みる。これ人間っていうのはねすごく素晴らしい生き物だと思います。鳥もねさえずるでしょ。あの声もねよく聞くとね微妙にピッチが違うんですよ。だからね動物っていうのはね仲良くしなきゃいけないですね、僕もね若い頃はねイライラしてね人殴ったりしましたよ。でもね殴ったからって何の解決にもならないんですよ。自分が痛い思いするだけだしね、相手にも痛い思いさせちゃった。殴った後で必ずね自分で殴っといてね
大丈夫ですかとかね、お怪我ありませんかって笑っちゃうでしょ殴りっぱなしの人もいるけどね、俺はね、なんだろう、人がいいのかな、よく言えば優しい悪く言えば人がいい殴っといてね、怪我の手当てしたりねまあそんな人間ですよ。今日ご紹介したのはね、もうとっても気に入ってます。黒沢楽器ね、ドクターサウンドさんで、手に入れました。オルフェスバレーギターズです。とってもいい楽器ですね。色もね、俺に似合うんでとっても気に入ってます。愛するね、飼い猫の、ウリにこう似てたりするんですよ、この辺が。で、ちょっとね、ちょっとこう大きい、こう抱えた感じがね、すごくいいわけですよ。いいでしょうよ、優しい音がして。それではね、また次の動画でお会いしましょう。みんなね、仲良く、人類平和とか言うとなんかうさんくさいけどね、でもね、人と人がね、揉めても何にもいいことがないんで、みんなで仲良くやりましょう。音楽は素晴らしいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。